もうこれは何事件と言ったらいいのかも分からなくなりましたね日産事件じゃなくなってきちゃいましたからね。政府としてはなんとかゴーン被告逃亡事件にしたいんでしょうね多分ね、うん、だけど実際、まあ、逃亡事件、まあ、逃亡したのは逃亡したんですよもちろんね。日本のその出入国管理の甘いところの隙をついて脱出はしたのはその通りなんで、それ自体は、まあ、出入国管理法とかですね、いろんな旅券法も入るのかもしれないけども、そういうものに違反したことは間違いないんでしょうけど、やっぱその背景はちょっとかなりこれはちゃんとやらないと。まあね、国策捜査問題もあるし、中世の司法制度、うん、の問題もあるしね、うん、ただもう一つ先週もちょっと言ったけど心配なのは、まあ、まず本当は第一義的には出入国管理に穴があったっていう大問題があるけど、そこのことを厳しく言う人はほとんどいないと、まずはね。で逃げるとは何だっていう話になり、それがさらに、まあ、森雅子法務大臣とかですね、官房長官なんか の会見のコメントを聞いてると、むしろなんかこうより、まあ、要するに今刑事司法問題がすごいあるのにより厳しくする、要するに保釈をやっぱ保釈をしちゃダメなんじゃないかとかね、あるいは、保釈金をもっと高くするとかね、まあ、とにかく要するにより厳しい、まあ、厳しいイコール、まあ、権利を官僚側の管理する側の権利を拡大するっていうことですけどもね、市民側の権利を逆に制約するっていうことですけどね、そういうのはなんてやっぱりその火事場泥棒っていうんですか、まあ、新時代の検察のあり方検討委員会でね、村木さんの事件での失点ゆえに、その検察の捜査にいろんなその制約が加わるはずだったのが、うん、拡大した、拡大しちゃったっていうね、それは典型だよね。最初の検討委員会 の,、うん、の委員だった方に実は今日来ていただいてもいるんですけど、そうですよね。なのでちょっとこの問題やっぱりきちんと整理しなきゃいけないけど、まあ、ある種と情報戦の様相を呈してるわけですよね。これも結局、まあ、本当だったら日本政府は大恥をかいてるはずなのに、むしろゴーン何しようものぞっていうか、それに機に乗じてむしろ規制強化しようとかそっちに行ってる可能性があって、で結局司法の問題や司法の改革とかですね、まあ、出入国もちゃんと僕やった方がいいと思うんですけど、そういうところに話がいかない可能性があるのがちょっと今心配になってきて、うん、プラスあと日産のね、例 の, そのゴーンさんが訴追される事件そのものがとんでもない国策に基づいていた、まあ、その経産省ストーリーみたいな話ですよね。ただそれも消されてしまう、はい、安倍さんがなんかそれがなんか三谷さんと会食して、うんうん、日産の中だけで解決してほしかったみたいなことを言ったのが記事になっちゃったりして、うんうん、あれは何なんでしょうね。あれはまあ、僕の聞いた話では官邸に持ち込まれたって聞いたので、うん、官邸が巻き込まれてしまったっていう被害意識を表明したことになるね。ただおそらくあれはこう説明、うん、今井さんとかだったらね、多分こういうふうに説明すれば大丈夫ですよって、だから検察とかに行かないで日産の中だけでやってほしかったんだっていう意味だっていうふうに多分言うと思いますけどね。でも多少事情を知ってる人はあれ言っちゃったのそれみたいな感じになってると思いますが、まあその辺はまあ、本当の真実を確認するのもなかなか難しいのでね、もうちょっとまず分かっていることをしっかりと確認してやっていきたいと思います。本当に十分に真相が明らかになれば、私がこれまでずっともうたくさん その発信をしていってきた検察捜査の問題、そもそもこの事件は全くいずれの事件もデタラメなんだということも明らかになるはずなんで、時間がかかっても日本の裁判の場で戦ってもらいたかった、まあ、それが、ほとんどそれはもう期待できない状況になったというのは非常に残念でした。確かに逆にそのゴーン氏の立場に立って考えたら、我々はその人質司法問題っていうのは、私も弁護士としてその拘置所に入ってる被疑者被告人を拘置所から奪還するということをずっと考えてきたし、保釈で出ればまずこれで奪還できたじゃないかというもうかなりその身柄に関しては成果だと思ってきたんですけども、ゴーン氏の場合は
その拘置所から出ても日本の国内に抑留されてる状態だったわけですね。軟禁に近いですよね。その奥さんとも接触できない状況で、すでに9ヶ月も保釈後も日本国内にしかいられない。もともとその国際的な舞台で経営者として活躍する人にとって、日本国内で何をやるかって言ったら裁判対応だけじゃないですか。もう それ以外の連絡も取れないわけだし、日産とかルノー関係者とも会えない、ほとんどね。 そういう状況が一体いつまで続くのか、金商法関係の裁判は、今年の4月に第1回だということがおおむね、固まりつつあったということなんですが、どうも高野弁護士のブログなどからすると12月の25日の公判前整理手続き で、これは記者会見で郷氏が説明したことですけれども、2つの事件の裁判は同時に進められないと。金商法の、裁判が終わってからその特別背任の方をやるんだと言われて、それが相当ショックだったようですね。いつ終わるのかが全くわからない。最低でも5年かかる。刑事被告人の状態で、一審の刑事被告人の状態で5年はかかると、いやそういう見通しになった時に、その普通の人はできないんですけど、それ相当なその資金力があって、海外にそういうその拠点などもある人がどういう行動を取るのかと考えた時には、一方的にゴーン氏を非難することもできないなと、一定の理解をせざるを得ないかなという気が、してきましたよね。で、そういう意味ではやはりこの問題はこれまでは狭い日本の刑事司法の土俵、その土俵は圧倒的に検察官に有利に作られている土俵、ジャッジが裁判官はほとんど検察寄りなんで、しかもその土俵の周りを取り囲んでるその観客の人たちって、司法マスコミって完全にもう、検察の味方と、こういう狭い土俵の中で戦いなさいって言われても、これはその戦いに希望が持てない。じゃあ外に向かって、その土俵の外に向かって発信をしていこうとしても、2回目の特別犯人の再逮捕など、まさに記者会見をしようとした途端に再逮捕ですよね。そう考えると、今までの状況ではこの日本の刑事司法に一石を投じることすら逆に期待できなかったのかな。だから私は逆に今回ゴーン氏がそういう狭い日本の刑事司法の土俵から外に脱出をして、デマのを中心に海外のメディアにいろんな発信をしていくことで、それとその、日本の政府法務検察とがこう論争をすることで、初めてこう大きな場で日本の刑事司法の問題が、語られるようになるのかなというところを若干期待をしたんですね。それが残念ながらその記者会見後の状況を見ると、さっき神保さん言われたように必ずしも期待していた方向には行ってない感じはします。起訴されると 99.84% 日本では有罪になりますと、実は大体今これくらいなんですね、起訴されるのが。つまり検察は有罪にできるものしか起訴していないので、一般的な事件でいうと、このただ90何パーセントって言って、だからもう全部何もかんでも有罪にしてるっていうんじゃなくて、起訴されたものが有罪になってるんで、起訴の前に大体もう裁いちゃってるっていうことですね。これはその範囲内においては正しいんですよ、これと構図が違うのが特捜なんですよ。特捜はもうこんな全然こんなんじゃないってことですね。要するに特捜が、特捜の判断で逮捕する、これは警察が送ってきた事件を検察が判断するから、逮捕した事件でも3割ぐらいは起訴になるんですよ。でも検察の判断で逮捕すれば、もうほぼ 100% 起訴ですよ。起訴しなければ自分 の判断を誤ってたってことになるから、それで何が何でも有罪にしようとするから、おそらく 99% 有罪です。ですからその少なくともゴーン氏のような特捜事件における 99% というのは、もう結局そうだし、その構図は
一般の事件よりもより深刻なんですよ、うん、絶望的なんですよ、うん、まあ、逆に言うとだからもう特捜が逮捕したら何があっても有罪、まあ、ちょっと言い方は語弊あるんですけど有罪を作っちゃう作らざるを得ない状況にあるっていうことですよね、現に今までその検察が逮捕して起訴した事件で無罪になった事件というのはもうほとんどないです。 I would be ready to stand trial anywhere where I think I can have a fair trial anywhere, but the only reason for which if somebody could guarantee to me, which was not the case of my lawyers, when I asked my lawyers many times, and they will tell you that in Japan, will I have a fair trial? They were very embarrassed. They told me, we're going to do everything for you to have a fair trial. And they kept saying this to me, which worried me a lot. 会見自体については宮田さんはコメントありますか？目新しくはなかったけれども、先ほど冒頭に申し上げたように、日本のその中世的なねミドルエイジ的な状況が海外に克明に語られたっていうことはとても良かったし、その中心がね人質司法って言ってるけど、これは国際的には拷問とされているものです。日本の司法制人質司法ってね拷問なんですよ、国際的にはね。だから各国の拷問委員会で6回も勧告されているわけでしょ。だって皆さんそうじゃないね、もうなんかずっとただ監禁されてね、いつまで監禁されるかもわからないような状態で、ね、喋るは出してやる、ね、これ拷問と同じじゃない、うん、同じっていうかさ、しかも、うん、結果的に拷問になってるんじゃなくて、拷問的な意図を持ってやってるんですよね、うん、もちろん。だからそうやって追い込んでいって証言させる。だから、うんうん、結局それはその正しいことだとそれでも思い込んでる。なぜかっていうことですよ。それは検察は正義であり、検察が起訴した人間は間違いなく犯罪者であり、ですから検察が逮捕したら必ず起訴するんだから、逮捕した人間は犯罪者であり悪人であり、そういう連中を野放しにしていいんですか日本の社会は、とそこなんですよ。そこは何ですか、自信なんですか、何なんですか、自信。もともとですね、それが完璧に神のような検察官が行っていれば大変結構な話じゃないですか、はいはい、もう全知全能の神であればそれでいいんですよ。神様ですよ、神様、だから神様なんですよ、だからそれは